はい、苦労しましたけど、はい、これがまず最初の掘り切り、南川なのかな、南川の尾根の掘り切り、これ見事です。まあ見事いうほどじゃないか、見事とは言いませんけど、掘り切りです。はい、微妙な掘り切りっぽいとこです。でこの上がいよいよ四角クロワでしょう。これはドルイカドダンか。さあどうだ。よいしょ。よいしょ。クロワはこちらか。こう高い鳥居の上に上がったのかな。四角クロワ内部です。今背後の土壇から降りてきました。これ鳥居です。これも鳥居です。鳥居に囲まれたクロワです。内部。竹やぶではないですね。珍しく。はい、今鳥居の上です。はい。これ一直線の縦堀、まあ高架地域でね縦堀を見ることなんてまずないんですけどね。これ本当に縦堀かどうか分かりませんけど、一応縦堀にしときましょうか。皆さん縦堀って言うてはるんで、高いな、縦堀でしょう。四角内部です。土塁に囲まれてます。最初来たあの土山のあるとこね、こう高い、一番高い土山、黒が内部。ここはこの辺はもう薄いですけどね、そんな高くはないですけど、一応まだ土塁という形は整えてます。はい、まだ向こうに向かってます。長方形、ほぼ長方形です。あちらはまだちょっと高いですね、ちょっとですけど。はい、北側の小口付近でございます。ここはちょこっと細く掘ってますね、ちょこっと通りの間。こちらは広い通りの間ね。これが下のクロワ2、3へ行けるようになってるはずですが、どうでしょうでございましょうか。あ、下に柵位置ありますわ、はい、本当や。あれがこの下の帯グロワというか、じゃあ腰グロワというか段グロワというか、要するに下のクロワです。あれが先ほどの最初の図壇方向ですね。で、こう土塁の上、これ土塁で、向こうはクロワ内部四角です。ここはちょっと三角状に落ちとるんですけど、ね、落ちてるだけだと思います。縦堀ではないと思います。これでほぼ一周かな、土壇で、これが黒は内部と、こういう形です。はい、下の黒は2、3とあるんですけどね。で、降りてきてます。四角から降りてきてます。はい、綺麗な柵位置になってます。はい、ね、綺麗な柵位置です。これが四角側。ね、はい。で、またその下に、その下は下のクロワですね。ここにあります、下のクロワが。帯クロワという。で、四角の下のこのクロワは、こう中央というか、こう分けるように、薄い溝があります。これ区画されてるんでしょうね。区画されてるんでしょうね。で、まあ、こっちをクロワ2とすれば、こちらがクロワ3と、こういうことで。まあ、一つの、段グロワですけど、綺麗な。まあ、二つに分かれてるかな、という気はします。だから、屋敷か何かあったんかもわかりません。ここに。綺麗ですから、ここ。本当に綺麗でした。
斜面の段角やね、その下のね、斜面の段角です。帯来るわといったところですけどね、こんな感じですね。で下へ降ります。